どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は日本のパンクロックの王様、ザ・ブルーハーツの千のバイオリンという曲を、このウクレレを使いましてガズレレ流簡単バージョンでやってみます。歌詞が素晴らしい、もちろん歌メロも素晴らしい。もうとにかくストレートで、何のこうトリックもない、もうド直球のロックナンバー、気持ちがいいですよ。これはいつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした4つ弾きで、簡単シンプルバージョンやります。後半はちょっとやっぱこうビートを、疾走感を加えたかっこいいバージョン、最後までご覧になってください。大好きな曲、憧れの曲、人生を変えた一曲、そういう曲をですね、カラオケで歌ったり CD 聴くのもいいんですけれどね、自分の演奏でこう弾くっつう、この弾き語りがですね、最高なんですよ。これはね、ぜひ体験してもらいたいんですけれども、ウクレレだったらですね、楽器が苦手だというそこのあなたもできますよ。弦4本しかないし、ちっちゃいんでね、いつでも触っていられます。ピアノとかギター、いずれはそれもいいかもしれません。ちょっと最初にやるにはもうかなりハードル高いんでね、弾いて歌えるまで1年2年かかっちゃうんで、ウクレレだったら、今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネル見ながら、ちょっとやってるだけで30分くらいですぐ弾いて歌えるようになります。そのぐらい気軽なものでございます。ただし、簡単ですけど、奥もものすごく深いんでね、ずーっと続けられる人生のパートナーになりますから、これはね、ぜひ皆さん、ちょっとやってみてください。はい。で、今この、もうちょっとしたらここら辺にね、リンクを貼ります。そこのリンク先の初心者レッスンをここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画見ながらウクレレ触ってるだけでね、あれ私今できちゃったじゃんってなりますから。はい。お楽しみにしておいてくださいね。じゃあリンクありますよ。初心者レッスン、ここ行ってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには私が今までずーっと取りためた、もう何年もかけて取りためた700曲ぐらいの、ありとあらゆる音楽の、レッスン、ウクレレレッスン、簡単ウクレレレッスン動画なんですよ。それ全てが上がってますから。はい。最新 J-POP、定番の J-POP、夏メロから演歌から洋楽もありますよ。ハワイアンもちろんあります。アニメソングとか映画の曲もすっごいいっぱいあるんですよ。さっきのリンク先の下の方に行くと、そのジャンルボックスになってます。ご覧になってください。好きな曲見つかると思います。じゃあ早速行きましょうか。千のバイオリン。まずはシンプル簡単バージョンの方から、やってみる。ワン、ツー、ワン。ヒマラヤ炎の消しゴム一つ、楽しいことをたくさんしたい。ミサイルほどのペンを片手に、面白いことをたくさんしたい。たくさんしたい。ミサイルほどの
声援のバイオリン、シンプル簡単バージョンやってみました。まあシンプルでストレートでド直球という感じで、ブルーハーツらしさがもうほんと、河本ひろとさんのも歌詞がまあ素晴らしいです。今のやったのはガズレレでちょっとショートカットバージョンで、最後のね、A メロみたいなとこをちょっとショートカットさせていただいてるんですけど、コード進行一緒ですんで、フルでやりたい方、書き出してください。動画のテロップに合わせて一緒に演奏してもらうのもいいんですけど、その先はですね、自分で紙に書いて、それを見ながらやって、いずれは何も見ずに弾けるようになるのが理想ですけど、その時の参考になるように私のノートを見ていただきます。こういうロックの、ストレートなロックの曲っていうのは、このワンブロックをこういう風によく書くことが多いんですけど、こうやっぱ早いんでリズムがね、で上の言葉はまあこのぐらいのペースなんで、この書き方で、いいと思います。はい、じゃあ一時停止してメモってください。あ、最初言っとく、ここにフレーズ丸1とかフレーズ丸2って書いてあるんです。ここはねかっこいいバージョンでフレーズをここで弾きたいんで、ちょっと後で説明しますんで、ひとまずこんな感じです。どうぞ。はい、じゃあ次の箇所、大体このぐらいで、ここでまたサビもう一回やるんですけど、これ全く最初のサビと一緒なんですよ。そういうところがこう、なんていうか、2番でサビの歌詞を変えようっていう感じがないところがまたストレートだなって感じがしますけれどもね。はい。で、ここがブリッジパートですね。ユリカゴから墓場まで、これなんかもずーっと G7 ですから。はい。で、今やったシンプル簡単バージョンはここをやって、またサビやって終わったということで、後半のかっこいいバージョンではここにまた感想を入れてサビに行くっていう感じでやろうと思うんで、テロップとちょっと、照らし合わせて確認しながらやってみてください。それでは、コードの解説いきましょう。C、A マイナー、F、G7、E マイナー7です。この5つです。この5つ。これはですね、ウクレレちょっと触ったことがある方だったらわかると思うんですけど、超入門コードの5つのコードです。はい。これ覚えてください。これからじゃあこれをレクチャーしようと思うんですけど、まずね、この言葉、ガズレレ必須コードという言葉をちょっと覚えておいてください。今書いてあるでしょ？必須でしょ？必ず覚えた方がいいということでございます。コードというのは星の数ほどあって、全部覚えようと思ってもそもそも無理なんですよ。じゃあどうするか。一番最初のファーストステップで、ここを覚えてくださいっていう8個のコードがあって、その8個のコードをこのガズレレ必須コードと言います。これはちなみに言っときますけど、ウクレレだけに当てはまる最高に簡単コードですかね。ギターになったらちょっと難しいってことになりますから、ウクレレで音楽始めたい人はこれを1個これを基礎にして覚えていただく。簡単です、押さえ方は。8個ですけど。その8個のうちの、ここに5個が登場してますんで、その8個のうちの5個だ、あ、これにあと3つ覚えればいいだけってことですけれども、その、8個の動画を、もう以前私がもうめちゃくちゃ簡単に分かりやすく、面白く覚えられるという動画を上げております。ここに、そのリンクを貼っておくんで、ここでマスターしてください。これ楽しく覚えましょう。で、今日はだからそういう意味ではコードの解説は、ショートカットしますけど、このさっきのね、リンクのところで、バッチリマスターしてくださいね。はい、これでできるシンプルな曲です。はい、じゃあここから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはですね、まずビートですね。これはやっぱり、パンクロックですから、ドッタースドンドッタースドンドッタースドッタン、こういう疾走感が欲しい。なんで一応リズムではね、ガズレレではね、こうやって言ってます。8ビートのチャというリズムでこんな感じです。ヒマラヤホナドンダトスドタドンダトスドタドンダトス。これは8ビートのチャという風にガズレレでは言ってるリズムなんですけど、チャってね、そのままじゃ、チャ。これはですね、よく言ってます。ドラムです。ドラムでね、この曲って、ドンダスッタバーン、ドンダスッタバーンとかこんな感じ。本当はもうちょっと言うと、ドッタツッドンドッターかもしれないけど、ちょっとウクレレでやると、ジャンジャンジャンスジャジャンの方が疾走感が出るんで、ちょっとこのストロークでやられると思うんだけど、このドラムの音、ドン、パの、このパの音ね、これスネアドラムって言うんですけど、その音をこの右手でチャってやってるんですよ。ドンダツッドタツ、ドンダツッド。こういう風にイメージするといいです。以前この8ビートのチャ、めちゃくちゃわかりやすく解説している動画、まためちゃくちゃわかりやすい動画、まあ今もわかりやすいと思うんですけど、ここに貼っておきます。8ビートのチャという弾き方をここから探して出してほしいんですけど、このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1ページで、その中から8ビートのチャという動画を見ていただいて練習してください。まずですね、その前に8ビートのチャがない普通のやつができてないとちょっとまだ厳しいかなという感じなんです。まだ何にもリズムの勉強したことない人は8ビートをマスターして、その後にチャをやるというか、チャっていうのはこの、ちょっとコツがあります。それ動画で解説してますんで。じゃあこの疾走感満載で、こう前のめりにこう勢いがある感じでやるのが、やっぱこうパンクロック、ロック。かっこいい、定勢です。やってみてください。こう気持ちも高めながらね、こう、ガーってこう、いきましょう。はい。でですね、さっきも言ったんですけど、ちょっとだけこう、面白いことあります。フレーズ1とフレーズ2があります。フレーズ1っていうのはどういうのか。まずちょっとやってみようかな。こんな感じです。ワン、ツー、スリー、フォー。
こういうふうにちょっとフレーズが入ります。一応ですね、これ書いてみました。フレーズ丸1って書いてあるでしょ、ここ。これが一番上の333って書いてあるのは1弦ですね。2弦、3弦、4弦ってなってます。これここ一番ここ見てください。これね、ここ3000って書いてある。300、これは1弦を3フレット押さえて、2弦、3弦、4弦は0ってことを押さえるなってことなんですよね。そうするとつまり C のことを言ってます。これを言うとですね、これ面白いんですよ。これまず2弦の1フレットね、足されるでしょ、あとは全部一緒ですよ。次また離して、次3弦の2フレットでしょ、また離して、また3弦の2フレット、ダダ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 って見てください。ちょっとこれ数多いからね、ダン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 です。 C を押さえたまま2弦の1フレット次押さえて、次また C に戻って、次3弦の2フレットを押さえてっていうイメージなんですけど、ここにも書いたんですけど、今 C と C サスポっていうコードと C アドナインスっていうコードを行ったり来たりしてます。 C のサスポっていうのはちょっと見てみてね、C を押さえたまんま、ここ1個足す。2弦の1フレット足すのが C サスポー。C アドナインスっていうのはここです。3弦の2フレット。いいですか？ちょっと今回の、ね、表現として、C は0と表現しておきます。ここ C サスポーは1、1フレットだから1と表記します。また C は0に戻ってでしょ。次、ここ。3弦の2フレットは、ここの便宜上2にしておきます。そうすると、ずっと C 押さえたまんまよ。00011100022200022です。はい、これをフレーズ1とします。今のフレーズのここデレデデレデデレデレデレデ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 デレってこれ2回繰り返すんです。この後半のところはもうちょっと大雑把なキメっぽく弾くのがポイントです。ちょっとやってみましょうか。感じで決めましょう。なんでちょっと変化をつけます。夜の伸びるこんな感じにしましょう。このつあのだんだん盛り上がる感じ。ちょっと曲の中でやってみます。ミサイルのドドは、サビの後半ね。ペンを片手に、次ですよ。面白いことをたくさんしたい。入っていきます。この二段構えでここは行こうと思います。はい、ここはね面白いですよ。で次に出てくるのがもうちょっと簡単なやつ、フレーズ2はですね、今度はね見て、00011000110、こんな感じ。今度はこれはあ C アドナインスが入らないやつですね。やってみましょう。こんな感じです。こうだから00011100001110001110000、ちょっとフレーズやってみましょうか。A メロの中にいます。夜の扉を開けていこう。次です。支配者たちはいびきをかいてる。ここです。だん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 やってみる。 1,2,1,2,3 ヒマラヤほどの消しゴム一つ、楽しいことをたくさんしたい。ミサイルほどのペンを片手に、面白いことをたくさんしたい。夜の扉を開けていこう。
せーの、ジャガはい、かっこいいバージョンやってみました。やっぱ、8ビートの下でこう、疾走感が、こうなんか突き進む感じがですね、やっぱりブルーハーツといえばそういう、こう、疾走感、パワフルさがやっぱり、ね、あとあの歌詞のね、この、ね、歌詞の内容とこう、相まってこう、なんかこう、やっぱり、素晴らしい。エナジーがたっぷり詰まっていると思います。これはね、テンション上がりますから皆さん、ぜひやってみてくださいね。サビももうずっとなんつろう、一つのパターンしかないっていうのをまたこう、シングアロングできる感じが、やっぱりいいと思います。やっぱり音楽はですね、やっぱ心まで一緒に乗っけていくと、さらに楽しめると思います。皆さん、やってみてください。ウクレレでもう十分楽しいなーって方はですね、その楽しさどんどん、いろんな方に教えてあげてくださいね。このガズレレ YouTube もご活用ください。はい、ガズレレいろんなイベントをやっております。イベント情報やら、本もたくさん出してます。あとはこういうグッズとかもね、ホームページを見ていただくとわかるんですけど、ちょっとご案内をこの後、見ていただこうと思うんですけど、今日はありがとうございました。皆さん音楽楽しんでくださいね。じゃあご案内どうぞ。ガズレレホームページご覧になってください。どうぞこちらにリンク貼っておきます。ホームページを見ていただくとも大体のこと書いてありますんで、チェックよろしくお願いしますね。はい、でイベント情報なんですけど、3月イベント行きます。3月30日四日市、3月31日は浜松行きます。ガズさんいろんな、イベントもちろんやってるんですけど、本も出してますよ。はい、こっちの方は主婦の友社から発売されてる私の人生ってばっかり、僕はね白血病で骨髄移植させていただいてるんでね、もういろいろ考えることが、そういうことをうまいこと伝えてくれた本なんで、これぜひ読み物です。こちらぜひ、主婦の友社、から出てますんで、全国の本屋さんで注文など書店にもあると思います。よろしくお願いします。はい、こっちリッドミュージックから出てるウクレレ教則本、超初心者向け、これはものすごい大ヒット中です。もう4スリぐらいの重版になってますから、よろしくお願いします。はい、こっちは毎度おなじみガズレレ歌本シリーズで、今もボリューム5まで出てます。累計3万部もう全部手書きです。このさっき見せたこういうのが全部スキャンされて、ちっちゃいこのね、これです、これはい、ガズレレ歌本、こんな感じで出てます。1冊につき50曲入ってて、ボリューム5になるんで、250曲ぐらいの歌本になる。ガズさん CD も出してるんでね、レッツゴー最高、これ CD なんですよ。はい、こっちかっこいい版と、練習版の CD、これがね、私のガズレレ仲間の人はこれ弾けるようになっておいてください、お願いします。これも、ホームページに書いてあるんで CD お願いいたします。ああ、もう盛りだくさんですよ、もうガズレレで、もうね伝えたいことがいっぱいです、ね、大変です。フォローしておいてください、ホームページ見てください、ね、それではまた音楽で楽しい時間をいっぱい過ごしましょう。皆さん、楽しい人はどんどん教えてあげて、豊かな人を増やして自分も豊かな、最高ですね。ありがとうございます。またよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。